Hello World! Today's video is sponsored by Tokyo Treat and Sakurako. A hostess club is a type of nightclub that you can find mainly in Japan. In these clubs, beautiful female staff members entertain male customers with drinks. Today, I'm going to interview famous hostess in Shinjuku Kabukicho, the most popular entertainment district in Asia. 奥さんがいらっしゃる方とか、彼女さんがいらっしゃる方々のお客さんでも結構キャバクラにいらっしゃるっていうのもあるんですか？多分半分ぐらいは既婚者なんじゃないですか？あ、そうなんですか。ちなみに今までお客さんがあまりにもお金を使いすぎてしまったとか、逆に使わせすぎてしまってなんか破産したとかいう経験とかってありますか？お店の子が家庭持ってる男性の方がすごい酔っ払っちゃって、はい、シャンパンすごい入れてもらっちゃって、はい、その日お会計払えなくて、ボーイさんと一緒に ATM まで行って、仲悪い女の子がいたんですよ。A ちゃんだとします。A ちゃん私のことが嫌いだから、男性二人にルナ持ち帰って、でやっちゃってよみたいな感じで多分言ったんですよ、裏で。で私ベロベロでお客様2人に両手引っ張られて、うん、隣のホテルまで連れてかれそうになって。マジですか？じゃあ今日は美人茶屋のルナさんにインタビューさせていただきます。お願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ルナさんはキャバ嬢をやられてるということなんですけど、はい、今何歳で働いてどれぐらいなんですかね？今は今年23になって働いてオフィシャルでは5年です。オフィシャルでは5年なんですね。5年です。ほうほうほう、なるほど。ちなみに前職とかは何されてたんですかね？は、前職っていうかもう18になって速攻キャバクラやったんです。その前バイトしかやってなくて、その前居酒屋のバイトとか、うん、ダーツバーの店員とか、もうそういうバイトしかやってないです、私は。ああ、じゃあずっと歌舞伎町とかに入り浸ってたって感じなんですかね？では遊んでましたね。20歳から歌舞伎町には来ました。そうなんですね。じゃあ学校とか行ってなかったってことですか？学校は行きました。高校はちゃんと卒業して。ああ、じゃあアウトロー系の道を行ってたというわけではなく、ちゃんと高校卒業してから歌舞伎町であのキャバ嬢として働き始めた。そうです、そうです。ほうほうほう。じゃあどうしてキャバ嬢という仕事を選んだんですかね？なんでだろう。18の時に簡単にお金が稼げる仕事ってなった時に、キャバクラ、ミル商売ってなって、で、そっから他の仕事だと給料下がるから、そっからずっとキャバクラやってます、私は。あ、そうなんですね。じゃあ一番時給が良かったってことなんですね。もちろんそれ、そうです。おお、なるほどなるほど。でもキャバクラ始めるにあたって、いきなり東洋一の歓楽街の歌舞伎町でキャバクラやるっていうのはやっぱ抵抗とかなかったんですか？緊張とか。あ、でも私東京出身で、最初立川っていうちょっと地方でキャバクラ2年間ぐらいやって、20歳になってお酒飲めるようになってから歌舞伎町来たんで、今歌舞伎町歴は3年。あ、そうなんですね。3年です。3年。あのキャバクラというのはなんかお酒を飲んでお客さんを楽しませる仕事じゃないですか、うんうん、どういったあのショーというかスタイルでルナさんはお客さんを楽しませてるんですかね？まあなんかキャバクラって、まあ、色濃いお客さんを自分を好きにさせて店来てもらうとか、お酒飲んで楽しませてとかいろいろあると思うんですけど、私はなんか好きにさせてとか、うん、色濃いとか例えばチしてとかじゃなくて、どっちかっていうとワイワイ楽しんでお酒飲んでっていうスタイルで私はやってます。あ、そうなんですね。じゃあなんかでもお客さんがもしかしたらワンチャンこの人と付き合えたり、アフターとかで一緒にホテル行けるんじゃないかなって思いながらお客さんで来るもんじゃなくですかね？あ、他の女の子のお客様とかそうだと思うんですけど、うん、私のお客様はそれで持ち帰りたいとかいう人、たまに指名始めたての人とか言われますけど、はい、常連さんとか付き合いが長いお客様から全く言われないです。あ、そうなんですね。アフターすら誘われないぐらいの。おお、全然ですね。あ、じゃあキャバクラというのは基本的にその場で会話を楽しんで盛り上がるような、 それを楽しみに来てるってことなんですか？そうです、そうです。それが主体なんで、うん、なるほどなるほど。なんかお客さんっていうのはやっぱりさ、なんかどういったことをなんか求めてたりするんですか？そこに来て癒し求めてるとか、例えばなんかさ、イメージだとお金持ちの社長とかがそこに来て、うん、美人な女の子に俺囲われてるぜ、俺のなんか存在感すごいんだぜみたいなことをなんか証明したいというイメージが漠然とあったんですけど、うん、でもいますよ、そういうお客様も。自分一人に対して指名の子と、他にその指名の仲良い5人ぐらい呼んでいいよとかで、キャッキャキャッキャ楽しく飲むのが、女の子に囲まれて飲むのが好きっていう場合もあるし、うん、例えば私と2人でいる空間が好きっていうのもあるし。なるほど。私関係なく接待で、私が仕事上手だからうまく席を回してくれるから指名してくれたりとかもあります。あ、そうなんです、ね、接待とかも結構ありますね。あ、じゃあちなみに先ほどもおっしゃったように、なんかワンチャンだとかワンナイトアフターとかって一切やっぱしないんですかね？アフターはあります。あるんですね。あるとしてもご飯行ったりとか、はい、バーに飲み行ったりとかが
とか他のキャバクラに遊び行ったりとかが多くて、それこそよくワンちゃんとか、はい、ワンナイトとかは、まあでも昔はありました。あ、昔あったんですね。昔18ぐらいの時はこうやってやんないとお客さんつかめないんだなとかあってありましたけど、今はそういうことをしなくても、うん、まあ売り上げ立てれたりお客様来ていただいたりしてるから、うん、そういうことは全くなくなりましたね。ああ、そうなんですね。腕を磨かれたってことなんですか。ないです、ないです、今は。なるほど、なるほど。じゃあ、あれなんですね。やっぱり自分のトーク力というか、そこを楽しませる能力が結構抜きに出てるっていう自信はやっぱり。まあでも席盛り上げる能力とか、うん、空気読んでお客さんの顔色を伺ったりとかはうまくやってます。あ、なるほどなるほど。ちなみにあのルナさんのお客さんってどういう方が多いんですかね。どういう方、うん、でもサラリーマンのお客様よりかはとやんちゃな方とか、お俗に言うやからじゃないですけど、はい、そういうまともなお仕事してる方でも、うん、なんかその見た目が悪く見えるとか、はい、そういうサラリーマンの何スーツで来る方とかは少ないかもしれないです。あ、そうなんですね、うん、なるほどなるほど。じゃあそういう例えば夜のお店で働いてたりとか、そういった方々が多いってことですかね。うん、とか、うん、まあ何やってるか分かんないグレーの仕事やってるのかなって方もいらっしゃいますし。そうなんですね。なんかそういうすごい怖い方、だからヤクザみたいな方とかいらっしゃったりするもいますね、過去には。あ、過去にはいたんですか。います、います、います。ほうほうほう、なるほど。まあでももちろんきちっと仕事しますけど、そういう時は。なるほど、なるほど。ちなみにあの買ってもらったプレゼントで今までで一番高かったものってどういうものなんですかね。私プレゼントお客様にあんま買ってもらわないんですよ。あ、そうなんですね。どっちかっていうと誕生日プレゼントよりは店で使ってほしい。はい。で、あと物欲はないんですよ、私あんまり。あ、そうなんですね。物欲ないんで、これが買ってほしいっていうよりかは、うん、お店でその分の値段使ってほしいが多いんで、はい、でも、なんでもない日にバッグもらったりとか、うん、なんでもない日に財布もらったりとかはあったんで、はい、それはキャバ嬢っていうか、水商売やってる子の特権だなって思いますよ。ほうほう、じゃあ結構家にそういうもらったブランド物とかたくさんあったりとかはあったりしますけど、はい、アクセサリーとかもちろんもらえますし。あ、でも私は他のキャバ嬢に比べて少ない方だと思います。なるほど、なるほど、ありがとうございます。どんなお客さんがよくお金落としてくれたり、なんか太客みたいになってくれたりするんですかね。まあ元々のポテンシャルとしてお金を持ってるとか、社長さんとか、うん、それこそまあやんちゃなお金持ってる、お金持ってることが大前提で、うん、そっからはその日楽しんで酔っ払った勢いでお金使っちゃうとかが多いかな。なるほど。キャバ嬢応援したいから、うん、シャンパン入れて、はい、レースとかにレースの上位に出てあげたいとか。あのちなみになんか、まあ、ホストとかのお客さんだと例えば女の子が昼の仕事辞めてフーとかに移ったりして、はいはいはい、お金稼いもっと稼いでくるみたいな感じのことあるじゃないですか、うん、あのキャバ嬢はそういった感じでお客さんがさ何かをしてさらにお金を集めてくるみたいなことあるんですか。いや多分ないですね。あ、ないんです。多分ホストのお客様女の子って、はい、お金がない子が稼いできて使うじゃないですか、はい、でもキャバクラのお客様ってお金もともとある人が使いに来るんで、はい、ああなるほど。ない人ってあんまりね来ないで。ああ、じゃあ似てるように見えて全然結構違う感じなんですか。違います。あるキャバクラはお金ある人が来ます、どっちかっていうと。あ、そうなんですね、うん、ああなるほどなるほど。ちなみに今までお客さんがなんかあまりにもお金を使いすぎてしまったとか逆に使わせすぎてしまってなんか破産したとかなんかちょっとなんかヤバくなったっていう経験とかってあります。私はないんですけど、周りではいました。周りではいたんですか。なんか、まあ、お店の子が、家庭持ってる男性の方がすごい酔っ払っちゃって、はい、シャンパンすごい入れてもらっちゃって、はい、その日お会計払えなくて、うん、ボーイさんと一緒に ATM まで行って、はい、その日の会計の分を下ろそうと思ったけど、銀行の口座にも入ってなくて、お結局だから全部なくなっちゃって、次の日奥さん経由で払ってもらったのは聞いたことあります。あ、そうなんですね。奥さんはじゃあその旦那さんがキャバクラに行ってたってこととか知ってたんですかね。いや、もうそこでバレたんじゃないですかね。そこでバレたんですね。そう、お金関係で。ああ、じゃあその後は多分、まあ、家庭崩壊か何かそういう感じに多分なってるんでしょうね。そう、その後全然分かんないですけど私は。あ、じゃあ結構そのなんですかね、奥さんがいらっしゃる方とか彼女さんがいらっしゃる方々のお客さんでも結構キャバクラにいらっしゃるっていうことなんですね。多分半分ぐらいは既婚者なんじゃないですか。あ、そうなんですか。既婚者、まあ、彼女持ちも含めだと思います。なんか彼女とのトークとかじゃ満足できないとか、それかどんな感じで来てるんですか。まあ浮気症の人とか、はい、それこそ、まあ、接待で嫁が
いても、はい、仕事のつながりで来る人もいるし、うん、愛人作りにとかじゃないですけど別の女の子探しにとかもありますよ。あ、そうなんですね、うん、あ、じゃあなんか世の中の男性の方お金持ってるとそうやって金があるところに遊びに行っちゃうってことは自分が将来誰かと結婚してもその人がキャバクラに行く可能性があるっていうことですよね、うん、だからキャバクラの子はみんないます。キャバクラに来るお客様と付き合っても将来また他のキャバクラ行くと思うから、はい、なんか嫌だよねみたいな話は聞きますね。ああ、そうなんですね。じゃあ男の本性をみんなが知っちゃってるから、そうだから余計男が嫌になっちゃうは言いますね。あ、そうなんですね。面白い世界ですね。キャバクラってなんか結構ルールがいろいろ厳しいらしいと聞いたことあるんですけど、なんか罰金ってのがあるらしいじゃないですか。あります、うん、どんな時にあるんですか。 Book a treat. You will get up to 20 of the latest most exclusive limited edition and seasonable flavors Japanese snacks which is only available in Japan for limited times like Sakura Pepsi, Japanese Sake Kit Kats and many more. Sakurako, you will receive 20 traditional and authentic Japanese artisan snack items including Japanese teas and one special Japanese tableware with your box every month.This month, Tsukimi Plate! Woo! Sakuraku helps in partnering with local Japanese snack makers to continue to share Japanese culture and traditions that have been passed down for over 100 years. This month's theme is Tsukimi in Kyoto. The box in cooperation with Kyoto Prefecture, the birthplace of moon viewing in Japan, will offer cultural and pastry experience for people from all over the world. Hey, Sakuraku, tea time! Gion Tsujiri, Hojicha! Ah, good smell!あー、美味しい。抹茶せんべい in Kyoto. I really love 抹茶。Tokyo Tea Theme Tsukimi Salt Lemon Kit Kat, Mikan Mochi and Full Moon Pond Senbei as main items in this theme. I really love 梅ソーダ。Great. Tokyo Treat Booklet. You can know the Japan story of the rabbit on the moon, Sailor Moon, Tsukimi Burger.The Sakuraku Booklet. You can learn the secrets of Kyoto's sweets and Kyoto's culture.And what a deal! Enter the code Yuki on the first order via the link in the view overview section and you'll get $5 off! It's genius! どんな時にあるんですか？例えば遅刻、うん、とかその日急に休みますとか何も言わずに休んじゃいましたで、キャバクラ結構多いんですよ、水商売の女の子って。それこそ前日頑張りすぎてお酒飲みすぎちゃって二日酔いとか、うん、まあ女の子あるあるですけど女の子の日でお腹が痛すぎて休みますとか、はい、まあ、それこそメンタルもやられる仕事なんでちょっとメンタルがとかでお休みすること多いんですけど、はい、それで遅刻したら時給のいくら分罰金とか、その日休んじゃったら遅刻、うん、時給のいくら分罰金とか、罰金がない店もありますし、うん、女の子によって普段はちゃんと出勤してるけどたまたま休んじゃった子は罰金がないとか、うん、普段から遅刻常習犯の子は罰金がまあ取られちゃいますよとか、まあ、お店にも女の子によって全然違いますけど、うん、基本的にはどこのキャバクラの罰金制度はあります。そうなんですね。何パーセントぐらい取られるんですか。いやでもまあ平均で言うと遅刻30分したら時給の30分分、うん、その日休んじゃったら時給の4時間分とか、そんな感じが多いと思います。ああそうなんですね。やっぱ遅刻に関してはこういう商売でシビアになってるってことなんですね、うん、そうですそうです。なるほど、ありがとうございます。でも、まあ、お酒結構ベロベロに乗って次の日二日酔いとかでも、まあ、一応そのお客さんの前では笑顔で行かないといけないっていうか、行かないといけないです。そこお酒とかってなんかこ、うん、結構きつかったりしなかったんですかね。いや本当に毎日きついですよ。あ、そうなんですか。入って二日酔いで、うん、でもまた化粧も綺麗にしなきゃいけない、髪の毛もやんなきゃいけないし、うん、結構きついです、それは。その中で太らず、そのさ、なんかスタイルとかを保ちつつ、綺麗さも保つっていう、なんか秘訣みたいなのってあるんですかね、太らない。私はキャバ嬢の中で痩せてる方じゃないんで、あんま参考にならないと思いますけど、もう同伴でも食べるし、私は。アフターでも食べるし、でも飲みすぎて吐いちゃってる時は、数日食べれないこともあるから、結局それで帳尻合わせてるっていうか。なるほど。食べれない日とかそういう時もでも出勤とかってされるんですか、ね、出勤はします。お菓子だけ食べてとか、うどんだけ食べてとか。全然。なるほど、結構過酷ですね。キャバ嬢です。やっぱ売れてる人ってやっぱそれなりの根性とかさ、そういったものがないとやっぱ続かないですね。そう、本当に一番売れてる子とか毎日すごいベロベロで、ベロベロで、しかもそのまんまアフターまで行って朝まで飲んで帰って、でも毎日出勤して、すごいストイックだと思います。で自分の時間全くないじゃないですか、寝る時間が。ないです、ないです。もう寝るっていうか気絶するぐらいですよね、帰ってベロベロで。なるほどなるほど。出勤の日って何時間に起きるんです
まあ女の子によりますけど、うん、9時出勤だったら6時ぐらいには起きれば間に合う。夕方6時夕方6時に起きれば間に合いますけど、まあそんな遅くに起きたらお客様に LINE も返せないから、うん、みんなもうちょい早く起きてますね。あ、なるほどなるほど。じゃあ LINE とか回数、じゃあまあ4時とか5時に起きたとして、うん、で9時から出勤して、でそこから仕事って大体何時ぐらいまで？1時までやって、うん、アフター、ね、アフターがなければ1時に帰って、うん、アフターがあればそこからまあ長くても5、6時ぐらいまで。5、6時か。5、6時で終わって家帰ってきて、まあ、2、3時間だって朝の9時とかに。9時とかです。お風呂入ったりしたら。あー、なるほどなるほど。あ、結構大変な生活ですね。そうです。そりゃ次の日眠くて夕方に起きますよね。で、2日酔いでも何でも。そうです。やんなきゃいけない。そうです。なかなか大変な仕事ですね。だってアフターとかって仕事のうちに入るんですか？まあお金にはならないです。ならないですよね。タクシー代とかいただけるんで、はい、1万円とか、うんうんうん、まあ1時間アフター行っても1万円、朝5時まで付き合っても1万円の場合もありますし、うん、朝6時、7時まで飲んでタクシー代ない場合もあるんで。そうなんですね。あ、そういった、しかも家でやると LINE とか返すとかそういったのもなんか別に時給が出るわけじゃない。出るわけじゃないです。自分の努力次第なんで。なるほどなるほど。じゃあ簡単に本当に稼げるっていうわけじゃなく、そう積み重ねた努力があって初めてそうやってトークで稼げるようになるということなんですね。そうです。意外とキャバ嬢やること多いです。やること多いですね。あ、じゃあ今まで働いてきた中で、あのすごい悪いお店とか、あとはなんか悪い女の子とかボーイとかって見たことある？あ、お店はその私今の何、私にとって合う合わないがあるんで、はい、何とも言えないです。一概には悪いと言えないですけど、女の子はありますね。 あるんですね。それこそ一個前のお店で仲悪い女の子がいたんですよ、はい、うんうん、まあ A ちゃんだとします、うん、その子と相番、キャバクラ用語で言う相番っていう、うん、2人のお客様が来て私指名 A ちゃん指名で一緒の席で4人で飲んでたんですよ、はい、お客様2人と私と A ちゃん、うん、でシャンパン入れてくれて、うん、私も A ちゃんも酔っ払ってます、じゃあアフター4人で行こうよってなったんですけど、はい、A ちゃん私のことが嫌いだから男性2人に、うん、いやもうルナ持ち帰ってやっちゃってよみたいな感じで多分言ったんですよ裏で。おお。それで私はそのお客様 A ちゃんは店に残って、私ベロベロでお客様2人に両手引っ張られて、うん、隣のホテルまで連れてかれそうになって。マジですか？もう私座ったりしてなるべく行かないようにしてるけど、うん、もう泣きながら行かないかなって言って引っ張られて、うん、で私その時同居した女の子に電話かけて、はい、こういうことがあるから今すぐ迎え来てって言ってホテル入らずに済みましたけど。おお、めっちゃ危ないですね。だってベロンベロンに酔っ払って。そうです。男2人に両手掴まれてだったんでめっちゃ怖かったです。それは。いや、そんな怖い女の子がいたんですか？いますいますいます。今も歌舞伎町にいますけど。おお。でその子は前のお店、その子は芸人辞めてるんですよ、その事件がきっかけで、はいはい、で今のお店私長いんですけど、うん、にも入ってきて一瞬今の店でもかぶって、はい、って感じだったね。その時はめちゃくちゃ嫌でしたね。話もしなかったですし。いや、そりゃそうですよね。でもそんな事件があってよくそのキャバ嬢っていう仕事を続けられましたね。普通はなんかさ、もう人間不信になったりとかメンタル崩壊するようなレベルですよね。確かに。しかも歌舞伎町来て3ヶ月ぐらいそれだったんで、歌舞伎町めちゃくちゃ怖いなって思いましたよ。そうですね。それはでもよく相手もその事件があって自分の店に入ってきましたね。まあでも、うん、やった側はあんま覚えてなかったじゃないですか。覚えてなかったの？もう日常茶飯事で。うん、じゃないですか。結構評判悪い女の子だったんで、それはあると思います。ああ、そうだ。その子って売れてたんですか？まあ売れてたっていうか、うん、同業、自分がすごい飲みに行く女の子だったんで、はい、バーの店員さんとかが指名で返してくれるとか、うんうん、っていう感じだったんで、すごい売れてるってわけではなかったですけど。表面だとすごいいい子だったんですか？いや、どっからも評判はすごいいいわけではないです。そうなんですね。なるほどなるほど。見た目は結構綺麗な。見た目も綺麗ですよ、キャバ嬢っぽくて。あー、なるほどなるほど。じゃあ人間裏があって本当に怖いですね、うん、なるほどなるほど。まあでもそれ一部の人ってだけで、基本的にはみんないい子ってこと？基本的にはみんないい人です、それは。なるほどなるほど。じゃあ安心してキャバ嬢で遊びに行けるってこと？そうですそうです。そんな子なかなかいないです。なるほどなるほど。キャバ嬢のお客さんで、まあ、実際にキャバ嬢にガチ恋してそれが本当に恋愛に発展することとかってあるんですか？ありますね。それこそ有名なキャバ嬢の方がお客様と結婚っていう例とかも過去に見たことあります。有名じゃない子でもお客様と結婚というかもありますし、今現段階でも付き合ってるよって子も聞いたことありますし、全然ありますね。そうなんですね。ちなみにルナさんとかそれされたことってありますか？私もあります。お店にすごい
来てくれてて、うん、店の従業員も知ってるようなぐらい来てる人で、うん、とは付き合ったことあります。そうなんですね。ちなみにそういった方はなんかいくらぐらいお金使われたのかな。その方は社長さん、うん、別の社長さんとよく来てたんで、はい、その方自体はお金そんな払ってなかったんですけど、うん、週3ぐらいで来てくれて、はい、まあ1回の会計40万ぐらいで、おお、まず、まあ、1年ぐらい、はい、すごい時は収録とかで来てくれたんで、あ、そうなんですか、すごかったです、その時は。おお、それで1年ぐらいかけてようやくキャバ嬢のハートをゲットできる可能性があるって感じなんですね。そうですね、長かったですね、付き合うまでは1年以上。そうですね、じゃあやっぱお金ないときついですね。まあでもよほどね、一目惚れとかでタイプだったとかも聞いたことありますよ。あ、そうなんです、ね、あります、あります。なるほど、じゃあチャンスはあるから、じゃあみんなもしかしたらまあ通えばいけるかもしれないと思います。あると思います。でも基本的にはやっぱ通って気持ちを伝えていかないとって感じだと思います、はい、なるほどなるほど、ありがとうございます。ちなみになんかアフターに行った時に、あの自分が全く興味ない、まあ、お客さんとかっていらっしゃるじゃないですか、はいはいはい、まあ、生理的にあんまり受け付けないっていう方が、はい、アフターでホテル行こうって言った場合って、まあ、いくらぐらい積まれたら期待します。今だったらいくら積まれても多分私は行かないです。行かないですね。あ、今だったら、今だったら行かないです、ね、昔だったら、はい、どうだろう、18ぐらいだったらまだ地方だったし、うん、歌舞伎町の感覚と違うから多分50万ぐらいでやってたんだと思います。おお、そうなんですか。なかったですけど、はい、まず50万も使ってもらうことが地方なんで、うん、なかったですけど。なるほどなるほど、そうか、そうか、じゃあ簡単には体は許さないから今は、まあ、やれる子もいますけどね。あ、そうなんですね。私はルナさんスタイルだともう喋りで完全に満足をさせる、やっぱ自信も容姿もやっぱお綺麗ですし、うん、お金使ってもらわなくてもやれる子もいますし、うんうん、なるほど、ありがとうございます。ちなみに今まであの経験人数ってどれぐらいなんですか、ね、もう覚えてないです。覚えてないですか。数えます。測定不能の域まで来てると思いますか。いや、そんな100とかは言ってないですけど、数字丸がちょっとつきすぎて100は言ってないですけど言ってないです言ってないですけど、多分40ぐらいだと思いますよ。あ、それぐらいなの。多分そのぐらいだと思います。ああ、それはなんかお客さんが何人ぐらい含まれてるのかって。あ、お客さん入れたらもっとですよ。あ、もっとですよ。お客さん入れてなかった。入れてないで、プライベ完全プライベートだったら40人です。あ、そうなんですか、ね、そうです、そうです、そうです、お客さん入れたらじゃあ桁が変わってくる。いや、それはないです。そんなやってないです。キャバ嬢でじゃあ成功する人ってどんな感じの人が成功していくんですか。売り上げ上げたりとか。でもやっぱただ可愛いってこうだけじゃ売れないんで、可愛いな前提ですけど、うん、もう LINE がマメな子とか。あ、そう。お客様へのホスピタリ精神すごい持ってる子とか、はい、とか、まあお話が上手な子、うん、なんかお客様を大事にする子、うん、なんかあの客がさみたいな言う子で売れてる子はあんま見たことないです。お客様がってちゃんと言う子の方が売れてる子多い気がします。そうなんですね。じゃあ裏であのバックヤードでお客さんの悪口じゃなくて、お客さんを一人一人なんか大事な人として捉えて、うん、ちゃんとなんか LINE もしっかりして、会話もどんな人でも本当に楽しませようとするような感じの子は、うん、まあ、美人が前提ですけど、もちろんもちろん、はいはい、売れてくるって感じますね、はい。なるほど、素晴らしい世界ですね。じゃあ本当に努力があって誠意を出せば、まあ、売れる可能性があるという。そうです、可愛いだけじゃないなってキャパクラ働いててめっちゃ思います。なるほど、じゃあいろいろ勉強になるんですね、うん、なるほど、ありがとうございます。キャパクラ働いてる女の子ってやっぱりさ、さっきも言ったように、まあ、意外とやってみたら厳しかったりして辞めていくことが多いと思うんですけど、うん、どんな子がやっぱり辞めていく傾向にあるんですかね。辞めていく子はでも、うん、うまく言い表せないですけど、はい、あ、この子すぐ辞めんなってこうキャバ嬢同士でめっちゃ分かります。分かるんですね。分かります、まあ、それこそお店に合ってない子、コンセプトに合ってない子、うん、他の店では売れるなって子とか、うん、あと売り上げない子は、まあね、メンタルも病んでくし辞めてっちゃったりとか、はい、とか、まあ、なんか問題起こしちゃう子、うん、先輩とぶつかっちゃう子、うん、とか、この子そろそろ辞めんだろうなって思います。あー、なるほど。ちなみにあのコンセプトが合ってないっていうのはなんかさ、なんかお店によってのコンセプトってどういうのがあったりするんですか。うん、例えば、うん、A っていう店舗だったら、うん、身長がすらっと高くて整形顔の綺麗な子が多い店、はい、そこに身長低いロリの子がいたらあんまり客層的に合わないし、うん、B の店だったらギャル系が多い店とか、うん、私のお店はオールマイティな子が多いんでどんな子が来ても割と合うんですけど、とか結構店によってバラバラですね。ああ、そうなんですね。ちゃんと属性を選んでからじゃあお店選ぶのも大事なポイントなんですね。そうです。私は今の店そんなっぽくないって言われます。あ、どっちかというともともと金髪だったんでギャル店っていうか、はい、そっちの方が
合ってるんじゃないって言われたことありますけど、なんだかんだ2年半今の店でやってるんで。なるほどなるほど。そこでもう人気を得て自分のポジションを確立しているんで、まあでも歴が長くなったね、仲良い子も増えたんで、はい、うまくやってます。お店でもなんか楽しそうな感じです。楽しいです、めちゃくちゃ毎日。あのお客さんでこう NG にしたり NG 客とかっていらっしゃったりするんですか？私は、うん、自分のお客様で NG にすることはないですけど、はい、フリーつくときに、うん、ピンのお客様は嫌だって言ってます。あ、そうなんですね。なんか2人とか団体の席の方が私は得意なんですよ、うん、話して盛り上げる方が好きなんで、うん、ピンのお客様が得意な子ももちろんいるんですけど、はい、私一人の人とずっと長く喋ってるのよほど気が合わないと疲れちゃうんで、団体席でワイワイお酒飲もうみたいな感じの方が楽です。あ、そうなんですね。じゃあ本当にこの人がもう生理的に嫌だとかそういう NG っていうのはない？はないですね、私は。なんか、うん、唾がすごい飛んでくる人とか、はい、体臭がすごい人とかは、うん、ちょっときついな、締めいらないな、この人とは思いますよ。あ、じゃあよっぽどマナーがなってない方とかそんなあんまりいらっしゃらない？いないです、そこまで意外と。あ、なるほどなるほど。あ、ちなみに今まで会った中で一番怖かったお客さんってどんな人？怖かった人？なんかその怖いおじさまとかやからの人は私怖くないんですけど、はい、どっちかっていうと変わってるおじさんの方が怖かったです。変わってるおじさん、どんなの？なんかとにかくやれる子を探してるお客様がいて、俺は収録で毎日女の子とやってからキャバクラ行って、キャバクラ行った後も女の子とやるから1日2回やるみたいな、でそういう新しい締めの子を探してるっていうお客様がいて、うん、私フリーついたんですけど、で俺このことやってんだよってそのスクショも、うん、LINE のトークも見せられたけど、うん、その中に私知ってる子がいたんですよ、キャバ嬢の子で、はい、でもその子絶対やんない子なんで、多分偽造されてんだなと思って LINE を、はい、あそこまで巧妙な、うん、だしその子からしたらめっちゃ迷惑じゃないですか。そうやったんだって思われるし、そのお客様は締めで入るって言って締めで入ったとこ見たことないんで、はい、今のお店でも、うん、毎回フリーで入るんで、多分そういう人はもうすごい虚言癖がすごいんだなって思います。なるほどなるほど。あ、やっぱそうやって巧妙な手口を使ってまで、うん、まあ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 女の子となんかやろうとするようなお客様が、うん、あると思います。新人の子とかは直されちゃうんじゃないかな、シャンパン一本入れるって言われたら。ああ、その手口でいろんなお店で使ってる可能性があるってこと？だと思いますよ。本当にこの前も外歩いたらその人が案内所入ってくの見たんで。あ、そうなんですね。じゃあ絶対普段同伴って言ってるのに案内所この時間入ってくって嘘なんだろうなって思いましたもん。なるほどなるほど。それを武器に全国各地旅しながらだと思いますよ。そう、カモを探してるっていう、うん、あ、じゃあそう、これからじゃあ新人のキャバ嬢でなんかキャバクラやりたいって人はそれ気をつけた方がいい。気をつけてほしいです、めちゃくちゃ。あ、なるほど。じゃあキャバ嬢やってよかったと思うこととかってあります？やってよかったことでも、はい、の中の知らないことめちゃくちゃ知れました。なるほどなるほど。なんか経営者の方と普通に生活したら会うこともないし、こんな女の子、女子校みたいな感じなんで、はい、女の子の世界で嫌なこともいいことも知ることもなかったし、まあ、あとはお金もね、こんな若いのに稼げる仕事もないと思うし、水商売が他にかなり努力してないと思うし、まあもちろん最初はお金メインでしたけど、なんかマナーも身についたし常識も身についたしはありますね。なるほどなるほど。じゃあこれから生涯キャバ嬢として続けていきたいっていう。生涯は嫌です。いずれ引退。いずれ自分のお店を持つとか。あ、まあ持ってみたいと思いますけどね。もうそれ楽しそうですね。楽しそうです。スナックのママとかやってみたいですけどね、うん、なんかすごい合いそうですよね。じゃあ今日はそういろいろためになるお話どうもありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ今日は、美人茶屋から、ルナさん来ていただきましてありがとうございました。ルナさんは国産娘という YouTube もやっていますし、あとはなんか Instagram でも大活躍されていますので、よかったらフォローとチャンネル登録もよろしくお願いします。どうもありがとうございました。ありがとうございます。